各共有は日本になじまないと自民党は取り上げないことに。自民党安全保障調査会、小野寺一則会長は16日、自国領域内で米国の核兵器の使用に関与する核シェアリングを議論した。ロシアによるウクライナ侵攻を契機に核攻撃への危機意識が高まったためだ。調査会幹部によれば、 比較三原則などを踏まえて日本にはそぐわないという趣旨の意見が大勢だったとのこと。米ソ冷戦期に北大西洋条約機構、などが採用した核共有政策に議論が及んだ。ロシアがウクライナに核の使用を辞さない構えを見せ、核抑止力の重要性が再認識された。それでも、 NATO のような核共有政策は日本では困難と判断したのだろう。核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずトータウ比較三原速度の整合性が問われるからだ。岸田首相は国会答弁で政府での検討を重ねて否定してきた。16日の議論でも小野寺氏は専門家から意見を聞き、今後の安保政策に取り入れたいと述べた。 同会合で専門家は比較三原則の見直しは実益がないと指摘した。安保調査会役員の宮沢国防部会長は会合後、記者団に、議論が、各共有は違うという雰囲気で終わったと話した。比較三原則の見直しを訴える議員はいなかったという。政府は年末までに外交、 防衛の基本方針国家安全保障戦略の改定を目指す。党安保調査会は5月をめどに防衛政策に関する提言をまとめる。宮沢氏は16日、各共有に触れない方針を示した。公明党も竹内政調会長が16日の記者会見で比較三原則は国税であり党税だ。 そういう観点から核共有は認められないと強調した。自民党内には核兵器を保有する中国が台湾に侵攻し、日本有事に発展すれば核の脅威に直面せざるを得ないとの警戒がある。高市政調会長は有事の時に持ち込ませずというところを党内で議論したいと話している。でも、 核や原子力について国内世論を論理的に導くのは困難だと感じる。二回の原爆投下、ビキニ干渉水爆被害、福島原発事故は決定的な核アレルギー、核機器になっている。民主党政権時代の岡田外相による国会答弁、核を搭載した米艦船の一時的な機構を認めないと日本の安全が守れないなら、 政権が命運をかけて決断し国民に説明する、土壇場までぐずぐずする茹でがえる日本と形容したと同じ。民主主義日本では岸田政権もこの答弁を踏襲するのか、お聞きいただき感謝申し上げます。